きなさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとう。みんなからこうして祝ってもらえること嬉しく思うわ。ゆきな、これ私たちからのプレゼント。何かしら。これは猫の抱き枕。ゆきな、いつも頑張りすぎるでしょ。いいパフォーマンスのためにもちゃんと休んでもらいたいしね。抱き枕には深いリラックスと安眠効果が期待されます。抜くときは抜くというのも時には大切ですから。あれ、ゆきなさん、どうしたんですか。抱き枕を抱いたまま固まって。せっかくの抱き枕なので、もっとリラックスしてください。そうね。あ、まさかゆきな、抱き枕のあまりの可愛さに言葉を失っちゃったんじゃないの。別にそういうわけじゃ。頬が緩んでますよ、みなとさん。赤くなっちゃってゆきな可愛い。あ、せっかくだからその表情写真に撮っていい？誕生日の記念に。いいわよ、そんなことしなくて。いいからいいから。ほーらゆきな、こっち向いて。そうそう、いい感じ。それじゃあ撮るよ。はい、チーズ。ミナトさん、これ。これと言われても困るわ。この箱、一体何が入っているのかしら。ラン、頑張れ。だから、誕生日プレゼントです。おめでとうございます。ありがとう、御嶽さん。青いバラがボトルに入っていて、綺麗ね。あれ、ランのプレゼントもバラのハーバリウムなの？え、そうやの？うん、これなんだけど、お店で見かけた時、ユキナ先輩を思い出してさ。まさか渡すタイミングだけじゃなくてプレゼントも被っちゃうとはね。どちらも嬉しいわ。ありがとう。帰ったら並べて飾らせてもらうわ。だってさ、喜んでもらえてよかった。改めてお誕生日おめでとうございます。